本日の BO1 お疲れちゃんです。ラットルセ、今回もですね、BO1 やっていくんですけど、今回ですね、何回戦ということで、早速プレゼン申請してくれてるんですけど、デッキを何使おうかなと思いまして、悩んだ、それ悩んで、結局何でもいい、何でもいい、何でもいいならやっぱ自作がいいかなってことで、まあ、前回もこれだったんで今回もこれでいこうかなと思います。ということで早速ですね、もう一戦一個の一本勝負なんでね、よし、しかもガチなんで勝ちにいきます。で、側を飛ばします。で、まあそうですね、トルネ警戒のうちに出して、オッケーオッケー、アイスミス、後ろからゴースト流して、あー出た、これあれや、これや、もうこの2枚でわかります。この2枚であのボーラーインドラスケラスね、相手は出た。で、これでポーズ送るんですよ。立ち悪いわ。いや、待って、プリング、来ない、待って、それは話が違う。いや、でもこう、ラッキーラッキー。あ、これで、しかもこのゴーストをキング起動して、で、このプリンセスを守って、待ってよ、全座流、全座流、全座流、オッケーオッケー。ネクロ早くスケルトン作って、このネクロのスケルトンの生産速度が上がったんですよね。あ、これボーラー来ます。まあ大体ポイズンだと思うので、それでポイズンなんで、プリンセスをできるだけ延命したい。そしてこのウッドでダメージを重ねていきたい。このウッドのダメージ大事。よし、90ぐらいかな、このミラーが93か。よしよしよし、大事、ちまちまがすごい大事。で、ここはキング起動、いやーしてきそうだけどな、怖い。よいしょ、まあ、いやー、ここのスケラーっすね、ここのスケラーが嫌だ。おお、うまい。で、これにポイズン打ってこないのかな、なんでや。あー、打ってきましたね。で、ここはもうディガーで削っていく。いやー待って、超地味だけど勝ちたい。やだ、オッケー、ネクロ頑張って、ネクロ頑張って、このネクロ生かしたい。ちょい高めのプリンでポイズンを、いやー、待って、これよくね、待って、これネクロが、待って、このプレイはひどい、マジでひどい。まだ前、そんなダメージ受けない、そんなダメージ受けない。 OK、 足前プリンからの、あのも読まれてたのか。で、ダニパイセンはですね、知っている方は知ってると思いますけど、パブゲーミングで同じ所属ですね。なんで結構一緒に練習とかしたりも、いやー、OK、耐えた、なんとか耐えた。まだ前、まだ前、まだ前で、ボーラーが右側に来るから、こっちになんか違うやつが来る。いやー、来なかった、予想が全然上がって、予想なんで。あー、で、ここの左のプリンを守りたいんで、死ぬ死ぬ死ぬ、パウッとキング起動してるんで、あー、そのポイズンうまっ、そんなポイズン、そんなことある、
ワンチャンを持っていきたいです。オッケー、ワンチャン、マジでワンチャン。いやー、グッドゲーム。普通に負けた。ということで、今回はダニパイ戦に敗北という形になりました。いやー、難しいな。じゃあまた、他のミラーデッキをね、もっともっと作りたいなと思いますね、これで。はい。それでは以上になります。よければ、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。